次は何ですかこれ。これ見てください、これアメリカンドリームの新しいカラーですね。もうナチュラル、あのホワイト、ブラウンにはもう飽きてる方多いので、はい、アミメニシケヘビの、はい、これリアルプリント、今日も滑舌の方は絶好調、完璧ですね、来ました、やってみました。まあこれはね、まあ、うん、まあ、あのアメドリもあったけど、こういうなんていうか木の擦れる音で、はい、まあ、バスにこうアピールするんだけど、はい、これはね非常にヤバいと思う、天才と思うでしょ、紙一重です行きますわ。誰これ蛇やね、ほんまに。これ音聞こえるかな、もうちょっと遠くからやってみるか。この着水やばいよな、ほんと雨での着水パシャっていう、生き物が飛び込んだよね。うわ、生めかしいな、これ。これも釣れたやな、これだもん。止めたもん、これ止めた後のこの怖っていう余韻がすごい、うん、もう私違うとこ行っちゃっていいっすかみたいなもう帰っていいっすか、今日帰っていいっすか、余韻がすごい、もう私もうやめて、いやバカ、いやこういうのを開発するね、マグナムさんというのは本当に紙一重だねいい方の紙一重ですか、紙一重だね、悪い方紙一重なの、紙一重、うん、なるほど、こんな薄い上か下かってどっちかってアホの方だ次それはこれもね、ニューカラーのね、有名なペラのアミメニシキヘビの、はい、これね、あの津波さんのね、あのペラをあのアメドリでいつも使わせてもらってるんですけど、はい、これはね非常に、なぜかというと音のしないバズベイト、水だけのオス、まさしくアメドリのその着水音、静かな着水音、だってナチュラルにこう生き物が落ちたような着水音のために、金属音のさせないのが特徴だね。もう都市だよ、このもう光ったのは見えないから、ね、老眼ですね、とりあえずこれね、もうこれでもう二度とキャストできないから、ここな、だいぶ来てますね老眼、もう二度とキャストできないから。悪いな、頭だけじゃなかったんですね、目も悪いんですね、これはね、これは一回カットしますか。いや DVD もあの動画もカットしたいけど、この糸もカットしたい話だよ今日も行きましたね、もうすごい面白いギャグ連発してますね、行きましたね、赤ちゃん可愛いですね、これ食べてくれちゃいね、よし行くよこれですよ、これほらナチュラルな、これはただ巻きで全然いいです。なぜかというと、ほら、この波紋、うわ、この波紋ですよ、止めれるバズベータっていうか、この波紋なんですよ、すごいな、これはね、あんまり音出さない、こういうナチュラルな、これがいいと思う、ローリングして、知らない、音もやばいね、このアメドリとのこの相性がバッチリだよね、こんな何もないような、ついて何もついてないような感じからこれだから。早く負けてこれだから。これもね、ニューカラーでね、次発売しますから。はい、これはね、テトラ台とか、クイーのもう、うわーってラングイの周りをね、聞くとね、朝のバズベイトと思って使ってください。なるほど。止めれるトップウォーター。はい、紙一重ですよ。止められない男。マグナム長。